執行法で出てますが、あなた拉致したんじゃないんですか。少し痩せた。かわいそうに。弁護士の武田先生。姉さん。すべて先生の指示通り。彼女には合意の上でモデルをやってもらっていました。撮影の準備中、セットのろうそくが倒れてしまって、すぐに助け出そうとしたんですけど、もうどうしようもなくて。追いかけて差し戻された大学生の件ですけど。ああ、どうした。救急隊員に聞いたんですが、搬送されたのは5つ目の病院でした。たらい回すってことか。もう少し早ければ助かっていたかもしれません。よそはまだどこも。この事件ただの美談じゃ済みませんよ。先走るな。ちゃんと裏取ってからだ。しっかり固めろ。はい。小林さん。あ、編集長がマシです。打ち合わせ入ってたっけ。あ、いや、持ち込みの企画があるみたいです。失礼します。おお、来た来た。フリーライターの役務、デスクの小林よしきだ。はじめまして、役務京介と言います。どうも、小林です。お願いします。これ読んでみてくれ。木原坂雄大はアートの世界では有名な写真家で、海外の権威ある賞も受賞しています。去年の9月、彼は自宅のスタジオで撮影中に火災を起こし、視覚障害者のモデルが焼死しました。問題は、亡くなった吉岡明子さんに失踪届が出されていたことです。検察は当初、ギャラ坂が吉岡さんを誘拐し監禁していたと疑いました。でも、合意の上での同居だったという本人の主張、まあ、あれだけ世間を騒がした事件で、いちいち説明されなくても覚えてるよ。じゃあ、ヤクモ君。はい。この事件は2ヶ月前に執行猶予の判決が出た。今じゃ殺すと決めつけて面白おかしく書き飛ばしたメディアが逆の名誉毀損で訴えられてる。幸いうちは難を逃れた。彼の慎重な編集方針のおかげでね。まあ、もう終わった事件だ。今さら恥繰り返したところで。ネットの掲示板に書き込みがあったんです。木原坂は炎に包まれた吉岡さんを助けもせず写真を撮り続けた。その写真が存在するって。もしそれが本当だったとしたら、殺人罪に問われる可能性があったことになります。こういう出どころもわからないいい加減な話はね。木原坂には病的な執着心があり、過去に何度もトラブルを起こしています。気に入ったモデルをストーキングしたり、自宅に監禁したり。だからってね、それだけじゃ採用するかしないかは原稿を読んでもらってからで構いません。随分意気込んでるようだけど。今やらなきゃ一生後悔するんで。どういうこと。10月に結婚するんです。そうなったらなかなか冒険はできません。
その前に自分の力を試してみたいんです。よしき、万が一判決覆すような事実感でよそに持ち込まれたら目も当たらないぞ。でも大した実績もないみたいですよ。今時珍しく熱いやつだし、あれは化けるかもしれない。ダメなら切りゃいい。しばらく面倒見てやってくれよ。わかりました。先日取材を申し込んだライターの役務です。あの一件から急に仕事のオファーが増えたんだ。みんな何期待してんのか知らないけど、ね、なんで僕の本なんて書こうと思ったの？それはあの事件の真相が知りたくて。あるんですか？明らかにされていない真相が。裁判記録が全てだよ。メディアは嘘つきだ。君も同じみたいだね。亡くなられた吉岡明子さんは目が見えなかった。炎に包まれ逃げ場を失った。あなたも大やけどを負った。でも本当に助けられなかったんですか？ああ、不可能だった。罪悪感はないんですか？あるに決まってんだろ。そんなくだらないことしか聞けないのかい。写真あるんですよね。吉岡さんが燃えている姿を撮った写真。あるわけないだろ、そんなもん。もう帰ってくれ。僕は他の連中とは違います。興味本位で取材するつもりはありません。あなたに密着して木原坂雄大という人間を丸ごと描いてみたいんです。君に覚悟はあるの？覚悟？僕と一緒にいると君の身にも危険が及ぶかもしれない。ありがたいですね、書くネタが増える。面白いね君。正直に言います、あなたのことを書きたいと思ったのはあれを見たからなんです。この写真でイムル賞を受賞し、あなたは世界で認められた。以前雑誌で目にしてどうしようもなく引き込まれました。ここに写っている蝶たちをかき分けていきたいと思いました。その先に自分の求めているものがあるような気がしたんです。この闇の奥には真実が隠されている、そんな気が。門の鍵、好きな時に出入りして。来た来た。いらっしゃい。すいません遅くなって。信じられない、結婚式の打ち合わせに遅刻なんて。仕事の話長引いちゃって。もう汗拭いて。
はい。すっかり尻に敷かれてるな。ほらほら座って座って。もう大体話しちゃったからさ。ヤクモ君もコーヒーでいいかな。ありがとうございます。ごめん。ね、見てこれ、料理のメニュー。すっごい豪華なんだけど。でしょ。お花もキャンドルもサービスしてもらえるって。本当にいいんですか、あの屋さんで。ゆり子ちゃんはうちの大切な従業員だよ。当然だよ。作戦成功だね。何作戦って。実はダメよ、いっちゃん。ゆり子前から言ってたんですよ。こんなおしゃれなお店で結婚式あげたいって、うん、ここで働き始めたのも本当は結婚式安くあげるためなんです。そうだったの。もう何で言っちゃうのよ、本当信じられない。証言者尾崎栄作49歳、長野県軽井沢町在住、蝶の収集家。その目玉、敵である鳥を脅したり、ダメージの少ない羽をわざと襲わせようと誘惑するためにあるんです。恐怖を与えてかつ引き込んでいく。なんだか木原坂君に似てますね。この写真に写っている蝶は尾崎さんが飼育したものなんですよね。ええ、5年前だったかな。録音いいですか。あ、どうぞ。木原坂さんと知り合ったのは、友人の出版パーティーで彼を紹介されましてね。蝶の羽がどれほど美しいか話すと彼急に興味を示してきまして、それがきっかけで。次に会ったのがここです。入ってきた瞬間インスピレーションが湧いたんでしょうか、何も言わずにシャッターを切り始めました。何時間も黙ったまんま。その姿がちょっと異様で、その後今度は生きた蝶を撮影したいからって飼育を依頼されたんです。紅茶どうぞ、温かいうちに。いただきます。出来上がった作品を見てどう思いましたか。彼は蝶の群れの中でそれこそ何時間も、最後は気を失うまでシャッターを切り続けたそうです。芸術作品としては素晴らしいんでしょうが、これを見てるとぬかるみに沈んでいくような感覚になりませんか。だんだん彼のことが怖くなってきて付き合うのをやめにしました。案の定あんな事件が。あとにする。分かった。1995年、木原坂の父親は自宅で強盗に遭い殺害された。まだ幼かった雄大も1歳上の姉あかりと共に腹部を刺され重傷を負った。幼少期の暗い過去が木原坂雄大の人格形成に影響を及ぼしたことは間違いない。
証言者片に保つ32歳東京都港区在住デイトレーダー木原坂の同級生。本人は否定してるらしいけど、あれね、絶対監禁してますよ。どうしてそう思うんですか？高校の時にも似たようなことやったんです。しかも俺が付き合ってた女ですよ。ああほら、あいつイケメンでしょ。おまけに口うまいからついフラッとなって家までついてったらしくて、そのまま3日間帰らせてもらえなかったんです。それ以来木原坂とは二度と口を利かなくなりました。だいたいあいつね、いつも人のもの欲しがるんですよ。好きになる女も必ず誰かの彼女だし。ああだから目の見えない女の人、吉岡明子さん、その人にも彼氏がいたんじゃないかな、きっと。小学生の時父親が強盗に遭って殺されてますね。ああ会ったことないけど、確か大学教授、正確には講師です、非常勤の。結局犯人捕まってないんでしょ？ええ、木原坂さんも襲われて重傷を負ったそうですね。姉貴の方もね。あかりさん仲いい兄弟でね、いっつもべったりだったな、異常なぐらい。ああなんか嫌なこと思い出したな。何ですか？事件から5日目ぐらいかな、入院してた病院にお見舞いに行ったんです。病室の前まで行ったら中からケラケラ笑い声がして、で覗いてみたら二人同じベッドに寝てイチャついてて、ああその感じがなんていうか近親相関。父親が殺された直後ですよ。まあでもあの噂は本当だったんだろうな。どんな噂ですか？兄弟揃って父親からひどい虐待を受けてるって。暴力を振るわれていたということですか？木原坂はね、姉貴はまあ女だからわかるでしょ。直行。今回はどれぐらい入れるの？日本に1週間くらいかな。パソコンで金を右から左に動かすだけだったらさ、どこだってできるでしょ。そういうわけにいかないの。忙しいみたいね。相変わらずつまんない写真ばっか撮らされてる。そんなことない、いい写真よ。あなたが誰よりも才能があることは私が一番よく知ってる。そうだ、取材受けることにした。取材？うん、なんか僕の本作りたいって。フリーライターらしいけどちょっと面白いやつでさ、退屈しのぎにちょうどいいかなって。喋りすぎちゃダメよ。言われなくても分かってます。母は僕が物心つく前に死んだ。男手一つで育ててくれた父もあんな形で。
あの後僕と姉さんは施設で暮らすことになった。父が金を残してくれたから経済的には困らなかったけど、施設暮らしは窮屈で辛かった。中学1年の時にたまたまカメラを手にして、僕の中で何かが変わった。生まれて初めて自由を感じたんだ。お姉さんはどんな人なんですか？投資家。世界中を飛び回ってる。たまにしか会えないけど、僕たちは心でつながってるんだ。姉さんはね、庇護者なんだ。庇護者？僕を母親のように守り、教師のように育て、才能を開花させてくれた最愛の人、特別な人。普通の兄弟以上の関係ということですか？どういう意味？例えば性的な。バカバカしい。次の質問は？お父さんがあなた方二人を虐待していたという話を聞いたんですが、本当ですか？まあ誰が言ったか大体想像つくけど、全くのデタラメだよ。父は優しい人だった。僕も姉さんも愛情いっぱいに育てられた。木原坂さんの話には一切よどみがない。全て答えが用意されているみたいですね。それは君の質問が的確だからじゃないか。どうぞ。すいません。もしもし。言っただろ、今取材中なんだ。わかった、店に寄る。誰？いや別に。彼女？まあ。付き合い長いの？ええ、10月に結婚します。羨ましいな。どんな子？どんなって？寂しがり屋。どうしてそう思うんです？仕事中だって分かってんのに電話をしてきた。さすがですね。彼女両親を早くに亡くしてずっと一人だったんです。だから頼る相手は君しかいない。そんなところです。じゃあ大切にしないと。ええ。彼女趣味は？舞台とか見に行くのが好きみたいですけど。ええ。仕事は？もういいじゃないですか。質問続けていいですか？最近帰り遅いけど何の取材してるの？今はまだ言えない。危ない仕事？そんなんじゃないよ。そう。ゆり子、頼みがあるんだ。何？結婚式少し先延ばしにできないかな。どうして？今抱えてる仕事が終わるまで待ってほしいんだ。でももう招待状だって準備してるし。俺の人生を左右するような大きな仕事なんだ。今さらそんなこと。のんきに結婚式のことなんて考えてられないんだよ。のんきって。集中したいんだよ。まだ営業中だよ。すいませんでした。ごめん、言い過ぎた。証言者沢田幸吉66歳、神奈川県川崎市在住、元警視庁捜査一課刑事。木原坂の父親が殺された事件を担当。あの事件のことはもう思い出したくないんだけどね。事件が迷宮入りしたからですか？警察は金銭目当ての犯行だと見立てたんですよね。被害者は大学で教えていたが大した給料をもらってなかった。ただ元々資産家だからな。
被害額は？預金通帳はなくなっていた。けど金を引き出そうとした形跡はない。じゃあゼロってことですか？周辺の目撃証言もゼロ。頼りはあの兄弟の供述だけだった。木原坂あかりと雄大ですね。犯人の特徴を証言したんですか？40代から50代髪は薄く眼鏡をかけた小太りの男。容疑者は？誰一人として浮上しなかった。子供たちの供述が全部デタラメだったとしたら、二人が実の父親を殺した狂言を。憶測で物を言うな。二人は実の父親から虐待を受けていたって話を聞きました。二人を疑わなかったと言ったら嘘だ。でも何度聞いても話にほころびは出なかった。当時二人はまだ10歳だぞ。あんなむごい真似が。それに二人の傷は自傷でついたもんじゃなかった。170センチを超える人間に刺されたことは現場の状況から見て間違いない。だから親殺しか。驚いたな。話としては面白いが、その元刑事は否定したんだろ？でも本音じゃ未だに疑念が拭いされないようでした。木原坂兄弟が刺されたのはどう説明するんだ？もう一人いたとしたら。共犯者がいるってことか？ええ、二人の狂言に協力するもう一人の大人が周辺にそれらしい人物でも。いえ、そこまではまだ。おかしいな。10歳やそこらの子供が実際こんな恐ろしいことできるか？できますよ、化け物なら。化け物って随分な言い方するな。エコモコ、君の熱意を認めるよ。文章もなかなかいません。取材力もありそうだ。でも我々の仕事は事実を一つ一つ積み重ねることだ。裏も取れないのに勝手に想像を膨らませることじゃない。思い込みで面白いストーリーを作りたいんだ。よそでやってくれ。すいません、先走りすぎました。そんな本に興味あるんだ。地獄編ってどんな物語なんですか？平安時代の話だ。貴族お抱えの絵師が屏風に地獄絵を描くよう依頼される。彼は実際に自分の目で見たものじゃないと描けなくてね。常軌を逸したやり方で
一場面一場面地獄絵を完成させていく。でもどうしても描けない場面があった。火で焼かれもだえ苦しむ貴婦人の絵だ。結局どうなったと思う？描いたんだよ、愛してやまない一人娘が実際に焼け死ぬところを見ながら。その絵師はこの世のものとは思えないほどおぞましく美しい絵を描き上げた。最初に会った時君は吉岡明子が燃えている写真があるんじゃないかって聞いたよね。あるんだよ本当は。冗談だよ。立ちが悪いですね。お互い様だろ。木原坂さんの最高傑作って何ですか？あの蝶の写真ですか？あれ以降5年も経つのに評価された作品はありません。僕もいいと思った写真は一つもない。どれも何かの模倣というかオリジナリティが全く感じられない。図星ですか？吉岡さんが燃えている写真を撮っていたなら地獄園の屏風に匹敵するよ。お前に何が分かる。調子に乗るな。あの目を見て確信しました。ネットの書き込みは作り話なんかじゃありません。やおっしゃりたいことは分かります。思い込みは危険だって。もちろん僕だって実物見ずに書くつもりはありません。なんとかしてあいつがやったことは暴きたいんですよね。それができれば書籍化も夢じゃないって編集長が。僕の夢なんです、本を出す。あの人はすぐに調子いいこと言うんだよ。いいか、君はまだ何一つ決定的なファクトを掴んでない。それじゃ週刊誌の1ページも書かせるわけにはいかない。わかりました。実は今回の企画持ち込んだの小林さんと組んでみたかったからなんですよ。俺と？なんだ。優秀な編集者だって評判聞いてましたから、鍛えてもらえるんじゃないかと思って。予想通りでした。小林さん、次の打ち合わせの時間そろそろ。おお、分かった、はい、おこの間の資料。あ、あります。おすぐ行く。はい、じゃあ今日はこれで。あ、悪い。あ、そうだ、次は彼のお姉さんに会ってみようと思ってます。アポを取ったのか？いえ、連絡先もまだ。木原坂に聞くしかないですね。じゃあお疲れ様でした。お疲れ。彼食らいついてきますね。なかなかいいじゃないですか。佐伯、ちょっと頼むよ。はい。
雄大君、小林だ。前に会ったことあるよね。木原坂先生に資料届けに来たんだけど。大事な話って。うちに出入りしてるライターが今君の弟に密着取材してるんだ。聞いた。退屈しのぎに取材受けるって。今すぐ辞めにするように伝えてくれないか。どうして？まだ若いがかなり優秀な男だ。昔の件も調べ回っていて、君にも取材したいって言ってるんだ。もちろんまだ何の証拠も掴んでない。でも危険な男だ。あかり、あかり、大丈夫か？その人の名刺ある？どうした？私に取材したいって言ってるんでしょ？今から行くつもりなのか？明日ロンドンに立つから、その前に。いや、会わない方がいい。雄大に降りかかる火の粉は私が振り払う。あかり、お願いだ、少し落ち着いて。名刺。こんばんは。ヤクモ京介さん、弟に取材しているそうね。変わったところに住んでるのね。私も取材お引き受けするわ。急用ができた。今日キャンセルで。わかりました。あ、ゆうべお姉さんに会いましたよ。え？うちまで来たんです。どんな取材してんのか根掘り葉掘り聞かれて。そんだけ？優秀な弁護士がついてるから下手なこと書いたら名誉毀損で訴えるって釘刺されました。姉さんらしいな。この間興奮して悪かった。これお詫び。何ですか？知り合いからもらったけど興味なくてね。彼女とどうぞ。
ゆり子。これ。どうして言ってなかったっけ、僕も行くって。あれ、紹介してもらえますか。写真家の木原坂さん。はじめまして。はじめまして、松田百合子です。よろしくお願いします。行こう。八雲君、僕のこと何か言ってましたか。いえ、仕事のことは一切話してくれないんです。そうですか。写真家なんですよね。ええ。すごいな、そんなお仕事、憧れます。実はここに来たのは偶然じゃないんです。え？あなたに頼みがあって、失礼を承知で調べました。僕の写真のモデルになっていただきたいんです。からかわないでください。本気です。一目でゆり子さんの魅力に惹かれました。あなたはまだ本当の自分に気がついていない。あ、もしもし、今ロンドンだよな。いや、あの音どうなったかちょっと気になってさ。また電話するよ。
もしもし。八雲です。ちょうどよかった。こっちからかけようと思ってたんだ。木原坂の姉の件だが、あの後。申し訳ありませんが、それどころじゃなくて、明日の打ち合わせキャンセルさせてもらえませんか。何かあったのか。彼女が一昨日から家に戻ってこなくて、以前お話しした婚約者です。携帯も繋がらないし、仕事も無断欠勤してて。こっちは気にするな。打ち合わせは構わないよ。すいません、また改めて連絡します。八雲君、これ知ってた。ユリコ、ここにいるんでしょ。だったらどういうつもりですか。僕はただモデルになってくれって頼んだだけ。ユリコ、今すぐ返してください。何必死になってんだよ。あなたと二人きりしたら何されるか分からない。言っとくけどね、彼女は自ら望んでここにいる。君への不満を溜め込んでたよ。身に覚えがある。あいつは普通の女です。あなたの世界には馴染めない。僕なら彼女の魅力を引き出せる。ユリコに会わせてください。いい表情だ。キャラ高さん、キャラ高さん、キャラ高さん。ケリーさん。いやー、話してきましたよ。ユリコ、無事でしたか。彼女言ってましたよ。ここにいるのは自分の意思だ、監禁なんてとんでもないってね。そう言わされてるんですよ、あいつに。あなた方最近うまくいってなかったんですって。ぼやいてましたよ、彼女。まあ男女の仲落ちとしてもね。あの男は過去にも、あ、疑惑があったのは確かですけど、今回の件はね。お願いです。ちょユリコ、あのスタジオから連れ出してください。ユリコ、助けてください。お願いします。やめてよ君。ちょいいね、すっごく綺麗。ちょっと休憩しようか。どうぞ。次はこれつけてみようか。肉体を拘束されると人は思わぬ表情になるんだ。君の中に眠る別の顔が撮りたい。でも大丈夫、ただの小道具だから。
あ、小林さん、そういえば例の件ですけど。ああ。出版社や編集プロダクションの知り合い片っ端から当たりましたけど、八雲京介ってライターが出入りしてるって話聞かないですね。プロフィールに書いてあった仕事、別の名前でした。今回はペンネーム使ってるんじゃないですかね。もうちょい調べてみます。いや、いい、ありがとう。もしもし、八雲です。ゆり子は木原坂に監禁されてます。もう1週間になります。は？警察に相談しても取り合ってもらえませんでした。ゆり子が目につけられたのは僕のせいだ。あいつもせっかく知ってたのに。今どこにいる？木原坂の家のそばです。今からそっちに行く。あかり、雄大君の病気がまた始まった。早く手を打たないと大変なことになるかもしれない。とにかく一度電話くれ。頼む。あの、次の角のところ。かしこまりました。ん？なんだあれ？火災が発生した時の状況は、もう何度も話したでしょ。何度も確認するんだよ。外出先から帰ったら焦げ臭い匂いがした。多分ろうそくが倒れたんでしょう。スタジオに入ったらもう火の手が回っていた。じゃあどうしてすぐに彼女を助けなかった？どうして写真なんか撮ってた？彼女は死んでいたんだ。だったら写真撮るでしょ。人が燃えてる時の炎の色がどれだけ美しいか、あなた方には分かんないでしょうね。な、正直に言えよ。お前が言いつけたんだろう。ろうそくの火が燃え移ったのは僕の意思じゃない。きっと僕の才能試したんですよ。誰が？神が。ふざけんな。お前が火をつけて殺したんだ。前もだ。二人ともお前が殺した。そうだろう。あなたの言った通り、彼女は木原坂に脅されていたようです。今更ですが、あの時もう少しちゃんと話を聞いとけば。彼女には肉親がいません。あなたに確認してもらうしかないんで。
結子のものです。中に亡くなる直前の記録が。8月22日取り乱したらダメ、絶対ダメ。8月23日京介許して。怖かったの、もう殴られたくなかったの。あの男は狂ってる。8月24日こんなところで死にたくない。バカだった、ずっと京介のそばにいればよかったのに。許して京介、愛してる、あなたのことを愛してる。百合子に会わせてください。かなりひどい状態でしてね、見ない方が。構いません。いや、しかし小林さん、付き合ってもらえますか。うちまでタクシーで送るよ。大丈夫です。俺に何かできることないかな。待っていてください。僕の原稿が書き上がるのを。さんはまだ連絡がついてない。あんたが僕に会わないように言いくるめてんのか。そんなわけないだろ。じゃあなんでだ。実はメールで連絡を取り合ってる。全て私に任せると言う。嘘だ。嘘じゃない。精神的に不安定になっている。あるライターからしつこく取材されているようだ。ヤクモ。
あかりちゃん。今夜10時、うちに来て。鍵、開けておくから。私たちを刺して、そしたら私たち自由になれる。お願い。あかり、あなた。ヤクモと会ってたんだな。どうして俺の電話に出てくれないんだ。雄大君のことで君がおかしくなってるんじゃないかって心配でたまらないんだよ。お願いだから俺を頼ってくれよ。俺は君のためだったら何だってやる。何があろうが何があろうが君もんだな。結局吉岡明子が燃えてる写真は見つからなかったが、なんせ2人目は生で見てる迫力が違うよ。出版局にも話してきた。木原坂の裁判に合わせて4週の集中連載と単行本の出版で話がついた。被害者の婚約者が書いてんだ。死刑判決も間違いない。売れるぞこりゃ。だから言ったろ、あいつはバゲるって。ヤクモです。俺だ。原稿どうでした。よく書けてる。編集長も気に入って書籍化も決まった。皮肉ですね、こんな形で夢が叶うなんて。ただあれはまだ完成していません。今直している最中です。なあ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。原稿の中に事件後の木原坂あかりのコメントがあった。彼女に会ったのか。ええ、書き終えたらこちらから連絡します。じゃあ。小林さん、ちょっといいですか。どうした。八雲京介のことなんですけど、おかしいんですよ。あれからも調べてたんですけど、彼のプロフィール全くのデタラメでした。ペンネームどころかライターとしての実績なんて全くありません。本名は中園京介。1年前まで金沢の小さな出版社で書籍の編集者をやってました。
中園くんは英語が堪能で、学生時代からうちで翻訳のバイトしてましてね、卒業後はそのまま就職しました。まあ就職ったって見ての通りの家族経営ですがね。これ彼に作ったんです。中園くんには本当に助けてもらいました。彼、中園くんは編集者として本を作ってたんですか？ええ、主に翻訳書。残念ながらどれも売れ行きは今一つでしたがね。彼の情熱には頭が下がりました。今時あんな熱い男なかなかいませんよ。どうして彼はここを辞めたんですか？おかしくなり始めたのは、あれいつだっけ、彼女が交通事故に遭ったのは。交通事故？ええ、去年の6月ぐらいじゃなかったかしら。うん、もうそんなになるか。大した怪我じゃなかったんですけどね、中園君すごく心配しましてね、なるべくそばにいてやりたいって、ここにも顔を出さなくなって。彼女のこと本当に好きだったから。それで彼はここを辞めたんですか？いやいや、その時はまだ振られちゃったんですよ、中園君。振られた？ええ、それ一昨年のクリスマスの写真です。とてもいい子だったんですけどね、あんなことになるなんて。視覚障害者のモデルが昇進しました。問題は亡くなった吉岡明子さんに失踪届が出されていたことです。395番、差し入れだ。
最初に君とのことを語ろう。それ以外に僕の人生に意味のあるものは少ししかないのだから。覚えているだろうか、僕たちの出会いを。一昨年の夏、金沢の図書館、僕たち二人に最もふさわしい場所だった。面白かったですか？それ。え？私ですか？僕、その本の編集者なんです。アメリカを旅行した時、古本屋で手にした本で。じゃあ、あなたがこれを？ええ。ああ、提案したのはボランティアの人ですよ。すごく気に入ってるんですけど、全くくれなくて。ありがとうございます。こんな素敵な本を作ってくれて。
ましょうか。アキコ、アキコ、大丈夫か。大丈夫。転んだ時手を捻挫しただけ。頭を精密検査受けたのか。ちょっと車がかすめただけだもの。よかった。ちょっと京介、あの時僕は君を失う可能性について考えていた。君がこの世界から消えてしまうこと、それは恐ろしいことだった。本当にそんなことになったら、この世界の全てが価値のないものになってしまう。だから僕は、教えてくれたわ。変な人につけられてるって。この間社長さんから電話があった。あなたずっと仕事休んでるんだってね。おかしいよこんなん。私子供じゃないのよ。私がどれだけ傷ついてるか分かる？何にも見えてないのはあなたよ。いなくなってごめん。本当はいつまでもあなたと並んで歩いていたかった。でもこれ以上一緒にいてもお互い辛い思いをするだけ。京介、私の望みはあなたにあなたの作りたい本を作ってもらうこと、そしてそれを読むこと。いつかまたそんな日が来ることを待ち望んでいます。次のニュースです。今日未明、東京都国立市にある写真家木原坂雄大さんの自宅で火事が発生し、焼け跡から女性一人の遺体が発見されました。亡くなったのは目黒区に住む吉岡明子さん28歳で、吉岡さんは逃げ遅れたものとみられ、警察は現在現場にいた木原坂さんから詳しい事情を聞いています。消防によりますと出火元の
そろそろいらっしゃる頃だと思っていました。遅れ手間が省けた。昨日金沢に行ってきたよ。読んだんですか？序章までな。昨日届いた原稿とは全くの別物だ。八雲くん、いや中園くんか。君には騙されたよ。我々を利用したんだな。君は昔の恋人の復讐のために偽名を使って木原坂に近づいた。あの原稿は本になる、ベストセラーになり、木原坂憎しの世論を作る、裁判は影響を受ける、死刑判決が出る。君の復讐はそこで完結するわけだ。でも君はその代償として新しい恋人を失った。先走らないでください。思い込みが危険だって教えてくれたのは小林さんですよ。続き気になりませんか？なんで明子が死ななきゃならなかったのか。彼女を失った僕は取り憑かれたようにそのことばかり考えていました。僕は上京して木原坂のことを徹底的に調べました。裁判なんて待っていられなかった。木原坂さんと知り合ったの？季節はもう冬になろうとしていました。あの男がやったことを自分の手で明らかにする、それだけが僕の生きがいになりました。恐怖を与えて興味を示してきまして、シャッターを切り続けたそうです。蝶の収集家。絶対監禁してますよ。いつも人のもの欲しがるんですよ。父親からひどい虐待を受けてるって。学生時代の友人。頼りはあの兄弟の供述だけだった。憶測で物を言うな。昔の事件を調べていた刑事、あなたに見せた取材メモは全てその頃作ったものです。50人近い関係者に取材した結果、あれは事故なんかじゃない、明子は木原坂に殺されたんだと確信しました。そして僕はとうとうたどり着いたんです、真実に。去年の冬、初雪が降った夜のことでした。中園京介と言います。あなたですね、私をつけ回してる人って。何も話しませんかってください。僕は吉岡駅長の婚約者でした。僕が知りたいのはどうして愛子は知らなきゃならなかったのか、それだけです。あれは事故なんかじゃない、あなたの弟が火をつけた。人が燃えている写真を撮るために明子を殺したんだ。あなたが弟に不利になるようなことを話すわけがない。そんなこと分かってる、分かってるけど、いても立ってもいられないんです。毎日毎日こうやって調べ回ることでどうにかギリギリ生きてられるんです。かわいそうに。
これを飲めば少し落ち着く。すいません、あなたを責めてもしょうがないのに。あなたの気持ちよくわかる。大切な人を理不尽に亡くしたんだもの。何があったか知りたいのは当然よ。知りたい？真実を。だったら私を抱きなさい。雄大はね、何年もろくな写真が撮れなかったの。あの子は苦しんでた。撮るべきものが見つからないって。去年の夏の盛り、あの子はあなたの恋人を街で見かけて恋をした。撮るべき被写体をようやく見つけたの。でも何度誘っても拒絶されたらしいわ。きっと彼女、別れた後もあなたのことずっと思い続けてたのね。それでも雄大は諦めきれなかった。私は何とか助けてあげたかった。だから私が代わりにさらったの。さらった？ええ、小林っていう雑誌の編集者を使って。私の言うことを何でも聞いてくれる人。存在しない強盗犯に成り代わって私と雄大を刺した人。あなたもこの物語の重要な登場人物だった。でもあなたの恋人、泣いて叫んで暴れて全然使い物にならなかった。だから火をつけたの、私が。あなたが？ええ、私が。弟に最も美しい瞬間を撮らせたくて。でも雄大は興奮しすぎて撮影は失敗。わかる？恋人を殺した女を抱いたのよ。その場で殺そうと思いました。でもそうはしなかった。
あの女を殺してもあなたと木原坂が犯した罪は司法に委ねることになる。そんなこと許せなかった。父親のせいなんだ。あの父親のせいで明かりは一度スイッチが入ってしまうととことん壊れてしまうんだ。あなたは亜希子を見殺しにした。あなたが止めてさえいれば。誰にも止められないんだよ。あなたは誰にも。明かりを刺した日から俺はあいつの言うなりになるしかなかった。運命を共にするしか。惨めですね。あなたは奴隷だ。僕と同じだ。僕も亜希子のためなら何だってできました。僕は亜希子をあんな目に遭わせた当事者たちを全て自分の手で裁く方法を考えました。考えて考えて考え抜いてある計画にたどり着いたんです。でもそれにはもう一人の登場人物が必要だった。松田ゆり子。彼女は男に騙され多額の借金を背負っていました。自暴自棄になり自殺を考えている時に知り合って、僕は報酬と引き換えに計画に加わるよう説得しました。死ぬよりマシだと思ったんでしょうね。彼女は乗ってくれました。僕の計画は動き出しました。第2章の始まりです。ダメならきれいにしばらく面倒見てやってくれよ。わかりました。何の鍵？好きな時に出入りして。何言っちゃうの。松田ゆり子は指示通り見事に演じてくれました。結婚を夢見る明るくけなげな女性がマリッチブルーになり美形なカメラマンの誘惑につい乗ってしまう。そんな設定を見事なまでに。のんきに結婚式のことなんて考えてられないんだよ。切って集中したいんだよ。僕もいいと思った写真は一つもない。お前に何が分かる。木原坂も期待した通り本気です。僕の挑発に乗ってきた。あなたはまだ本当の自分に気がついていない。もう一度雄大に同じことさせるためにお前は彼女を利用したのか。ええ。人のものを欲しがる性格と分かった上でか。ええ。監禁すると分かった上でか。ええ。自分が何をしたのか分かってんのか。何の罪もない女を巻き込んで。焼け死んだんだぞ、お前。俺とお前の目の前で、あんな無罪。もう無理だ。どこに行くんですか。警察だよ。まだ話は終わっていませんよ。もう限界だよ。あかりがやったことも俺がやったこともお前がやったことも何もかも全てぶちまける。木原坂あかりが今どこにいるか知りたくないんですか。あなたはあの女に僕の存在を伝え名刺を渡した。弟に取材しているそうね。変わったところに住んでるのね。私も取材お引き受けするわ。中へどうぞ。
自殺でもしたんじゃないかって心配してたの。偽名まで使って雄大に近づくなんて、あなた何か企んでるの？ええ、もちろん。心配いりません。変な薬じゃない、ただの睡眠薬です。お前ここで明かりを監禁してたのか。明かりは今どこだ。これスクラップにしてください。まだ気づかないんですか。僕は自分の手で当事者たちを裁くと言ったはずですよ。お前まさか。ここからが第三章、最終章です。少し出かけてくる。10時過ぎには戻る。うん、全ての準備が整って、僕は木原坂明里を運び出しました。土砂降りの雨が降ったあの夜、木原坂のスタジオに帰ってくる。落ち着け、打ち合わせ通りに行け。早く行け。中に亡くなる直前の記録が。つまでもだえ苦しみ、木原坂雄大は夢中になってシャッターを切り、やかまくん、あなたは運命を共にした女の死を目の当たりにした。真っ黒に焼けただれた人形のような無残な姿も、あなたの留守電ずっと聞いていました。
あの女を愛していたんですね、心から。俺は小林良樹と木原坂雄大のために書いて吉岡明子に捧げた本です。化け物はお前だ。頭のいかれた化け物だ。車処分してきた。全て終わった。約束の金と新しい身分証明書。とんでもないことに低下しちゃった。あの時死んでた方がマシだったかな。私の罪も重いわね。松田百合子はもうこの世にはいない。君は別の人間に生まれ変わる。だから生きろ。途中からは本気だったんだよ。やることをやめた。あの化け物の兄弟を凌駕し復讐を果たすために。でも君の彼氏が化け物であってはならない。そうだろう。
から去年の冬君と別れ、僕は化け物になることに決めた。